28日雑誌 WIZ、5月号の付録の紹介をしようと思います。今月号の WIZ なんですけど、2種類付録が、なんか手がこうだったけど2種類付録が出てまして、ジル・スチュアートのマルチカードケースなんですが、通常版がピンク色で、私が買ったのはデニム版ということで、言いにくい、デニム版ですね。はい、なんでデニムにしたかっていうと、ピンク系の付録って結構あるじゃないですか。でもデニムって素材とか当たり外れがすごい多分あるだろうなって、安っぽくなるか高そうになるかって、すごいデニムはなんか微妙だなと思ったので、ちょっと買って開けてみようと思います。はい、ということでデニム版頑張ります。はい、こんな感じです。あ、かわいい。かわいいんだけど、すごい軽い。めっちゃ軽い。本当に入ってるかな。早速見ていきましょう。じゃじゃん。あ、なんかそんな別にデニムはしてないかもしれない。まずこんな感じ。そう、なんかデニムは珍しいかなと思って買ったんだけど、ここにジル・スチュアートっていうロゴが入ってるの見えるかな。これなんか、あ、大丈夫ですね。なんか取れそうと思ったけど、大丈夫。ちゃんと塗ってあります。かわいい。意外とこう、なんか何だろう、カジュアルでも使えるし、スポーティーな感じでも使えるし、普通になんかね、ズボンのポケットとかにも入れたいぐらい。入んないかな。裁縫具合はすごいしっかりしてるね、この辺。付録っぽくないですね。じゃじゃん。中がなんと、かわいいネイビー。ちょっと濃い感じ、紺色っぽい感じになってます。めっちゃかわいい。ちょっとね、匂いが開けるとなんか、なんだろう、付録の匂いがする。臭くはない。そんな、でもすぐ消えそう。はい。で、なんかここにね、カード入れが 1,2,3,4,5,6 とこう、そう、6箇所入ってて、ここなんかちょっとポケットもついてる。こんな感じです。うん、少し返してる。なんか鍵とか入れれそう。小銭とか、小銭入ると思う。小銭入りますね、これ絶対。ほら、意外と入るよ。すごい、しっかりしてる。ほんとお財布っぽいですね。ここになんか別にね、お札とか入れてもいいし。確かに、こう、どうやって使うかによるけどね。で、ここでね、ちょっとこう、濃い青になってるんですね。かわいいですね、これは。ちょっとじゃあ、カード入れますか。なしにしやすいと思うんだけど、20枚入れそうです。すごい。20枚カード入ったらだいぶ大丈夫ですよね。で、リップとか香水のアトマイザー入れても OK ということで、まあ、確かにショップカードのほか名刺とかも入るしっていう。あー、ケース取っちゃえばいけそうかもしんない。いや、ケース取ればいけなくもないかも。あ、でもサイズがこれ前のやつだからな、携帯ちょっと厳しいかもしれない。ちょいかな。こんなん入れる人いないと思うんだけど、これぐらいの太さのものでも割とギリギリいけなかったぐらいな感じです。ギリギリ入ってないけどね。あ、普通に、出し入れしやすい。あと極端な話、ここにも入っちゃうし、ちょっとね、お薬手帳とかは厳しいかもしれない。大きさ言いますね、今から。もしあれだったらサイズをちょっと測ってみんな入れたいものとかいいかもしれない。そう、それこそさっき言ってたよな、マルチ、なんだっけ、あ、違う、フラグメントケースみたいな、おびっくりした、フラグメントケースみたいな感じで、薄いお財布として使いたい時にいいかもしれない。縦が 13cm、 横が 8.5cm、 厚さが 2.2cm ということで、厚さも結構ある。あ、全然、ここもね、分厚くても閉まるから、すごいいい感じ。はい、通帳は入んないね、多分。あ、入るかな、ちょっと待ってね。雑誌と比べるとこんな感じです。では、ここにさ、こうやって入れてもいいんだけど、こことか、こっち側に入るんでね。ここに入れてもいいんだけど、ここにそれこそ、こうやって入れちゃってもいいよね。簡易的な。っていう感じで、なんかちょっとした、お財布、薄いお財布代わりには使えそうかなっていう。なんか例えば、なんだろうな、本当にちょっとお出かけするときに、なんかこの、確かに私この長財布好きなんだけど、結構大きいから、こんだけなんか持っていくのって場所も取るんですよ、大変だし。
だからこれだけだったらまあ確かに軽い、とにかく軽い感じですね。さっきの長さで、あ、ちょっとここが裁縫がちょっとここがあれだけど、けど一応長さ的に縦 13cm 横 8.5 センチ以内だったらいけると思います。あ、お薬手帳測ってくれてありがとうございます。ダメらしいです。こんな感じですね。マイナンバーカードとかだったらいいと思うけど、そう、でも厚さね 2.2 センチまでいけるから小銭割と入るとは思いますけどね。ただ大量には入んない、やっぱお財布じゃないからっていう感じかな。うん、まあ使いようですね。毎日使うかったら使わないかもしれないけど、まあなんか、なんかの時に使えそうぐらいな。こんな感じですね。可愛いし、意外としっかりしてるかなと思います。チャックとかの生地もこんな感じですね。が、カード入れとして、で、ちょっとお財布忘れた時用に、なんか小銭入れとか、お金をちょっと入れといてもいいかもしれないっていう感じ。そうですね、確かにジルスチュアートなので買って損はないかなと、お値段次第ですけど、ね、ということで一応こちら雑誌ウィズなんですが、まあ、通常版とね、こちらのなんていうのデニム版がついてるので増刊の方ですね、間違えないようにしてもらうといいかなと思います。で一応、雑誌の中身の方もユニクロ GU とか、あとはそうですね、まあいろんな季節感ある、メイクとかバッグとかカゴバッグとかその辺が載ってました。で気になるお値段の前にですね、次回のウィズは付録がちょっと書いてなかったです。ウィズたまにしかないから次回つかないかもしれない、わかんない。はい、ウィズだから多分皆さんお値段期待してると思います。ウィズは確かにいつも800円ぐらいなので、さあ気になるお値段1000円超えないかな。皆さんいくらだったら買いますか。いきますよ。お値段がなんと今なら、はい、800円です。そう、800円です。よかった、なんかこの安い感じがしてしまう800円普通だったはずなのにっていう感じなんですけど、はい、安心の800円なので、まあ2つ目ピンクバージョン買っても1600円なので、まあまあっていう感じですね。そう、ジルスチュアート800円はねお得かなとは思います。2冊買いはいそんな感じですね。800円、そうちょうどね、ちょうどまあさすがに600円とか700円ではないだろうと思ったので、まあまあ予想通りというか、まあ安いですね今の付録の感じからだと。はい、ピンクもね2冊買っても1600円で、今の高い付録1600円ぐらいはするので、まあまあいいんじゃないかな。